2番のランスオブミュー、3番のサトノルフィアン、直線に向きました。あと離れた中から追い込んでくるのは黄色い帽子、9番のレッドシアが3番手から前を追ってくる。あとバレーマスター間から17番のマイシンフォニー、急追、そしてポーカーも追い込んできた。外うなぎ登り、さらには18番のグレムリンと追い込んできたが200を切って、3番のサトノルフィアンいっぱいになった。代わって追い込んできたのは9番のレベレーシュ、間からは17番のポーカー、大外から18番のムーンリッドナイト、ムーンリッドナイト、レベレーシュとゴールイン。際どい体勢、9番のレベレンシアか、外11番のムーンリッド。